ビボルグペトロザボーツク攻勢は、第二次世界大戦、継続戦争中に、フィンランド方面に、ソビエト連邦が攻勢をかけて行われた戦闘。また、この作戦の終結後、バグラチオン作戦を行う計画であった。これにより、ソ連軍は、フィンランド軍からビボルグを脱回し、東カレリアも取り戻した。しかしながら、最終的に、 バグラチオン作戦のためにこの方面に出ていた構成の主力を欧州方面に向けざるを得なくなり当初の目標であるフィンランド軍の壊滅と君川への到達は達成できなかった。ビボルグ構成にはレニングラード方面軍がスビルペトロザボーツク構成にはカレリア方面軍が参加した。この戦闘はスカンジナビアで行われた戦闘の中でも範囲、規模ともに 最大級のものである。1944年1月、ソ連軍は、レニングラード包囲戦に勝利し、包囲から解放され、ドイツ北方軍集団を、ナルバイリメニコ、プスコフの戦まで押しのけた。ドイツ側の形勢不利を見てフィンランドは2月にソ連との、講和交渉を開始した。しかし講和に対する要求は、実行に移すことが実現不可能なものだった。 ソ連側はフィンランドが独力でドイツ軍をバルト海へ追い落とし国境を冬戦争後のものに戻すことを講和の最低必要条件としたがドイツに必要物資の多くを頼っておりなおかつドイツ軍はフィンランド各地に駐屯していたおり分離講和を望めばドイツとの全面戦争に発展することも避けられなかったのであるフィンランド側はこの講和を拒否しこのため スタッフカは、フィンランドの数軸脱落を計画し構成を準備し始めたのである。戦闘の要所となったカレリア地境のフィンランドの防衛線スタッフカは二つの構成を計画していた。一つは、ビボルグを脱回し、君川近郊に向かう構成、もう一つは、スビリ川を越え、ペトロザボーツクを脱回、ソルタバラの冬戦争後の国境に迫る構成であった。この計画はまた、 カレリア地境のフィンランド軍を壊滅させ、サイマーコとラドガコの間の封鎖を解くこと、攻勢の後にさらにフィンランド部下区に進行する準備を整えることも目標にした。対するフィンランド軍は冬戦争後の1941年から、大戦車障害物などの防衛施設を整備しており、カレリア地境では、主に3つの防衛線を築いていた。まず、 1941年の前線で築かれた種、防衛線、その後方 20km の位置に走るバンメルス、タイペレ間の VT 線の2つの防衛線。これらはコンクリートで強化されたが建設途中であった。3番目の防衛線は、ビープリ、クパルサーリ、タイペレを結んだ VKT 線である。この防衛線の補強計画はまだ計画が始まったばかりであり。 1944年5月に、ビボログ近郊で防衛線を作り始めたばかりであった。スビリ川北岸では、フィンランド軍が、防衛拠点を、コンクリート統治下、有志鉄線、対戦車障害や残豪などで要塞のように強化し、防衛に当たっていた。さらにその奥の1940年の国境付近で、ある君川の近郊には冬戦争後から、 ソ連の進攻に備えて、サルパ戦を築いていた。これらの防衛拠点を引き潰すために、スタッフ家は、ビボルグ構成を行うレニングラード方面軍に11個師団と9個の戦車、突撃砲連隊を増強した。カレリア地境を攻めるレニングラード方面軍全体になると19個師団、2個工兵師団、二個戦車旅団、十四個戦車、突撃砲連隊、さらに、 合計220個に及ぶ、砲兵大隊、ロケット砲兵大隊、第13空軍の1500台に及ぶ、航空機、バルト海艦隊の艦砲援護、海軍陸戦部隊など、小国フィンランドに向けるには、異常なほどの戦力、兵力をこの地境に動員したのである。さらに東部カレリアでは、スビリペトロザボーツク攻勢に向けて、カレリア方面軍に9個、師団、 二個工兵両団、二個戦車両団、三個、砲兵連隊を増強、東部カレリア全体で十六個、師団、二個工兵両団、五個単独狙撃両団、二個、戦車両団、三個突撃砲、連隊、三個戦車大隊が動員されることになった。ラドガコと、オネガコにいた海軍の沿岸砲撃、第七空軍の支援も受けることになった。ソ連軍と交戦するフィンランド兵、 カレリヤ地境方面では 1km あたり120門の方が並び、突破口となったバルケアサーリ近郊では 1km あたり220門もの方があったとされる。構成は第16空軍の1600機もの爆撃機による爆撃から始まった。フィンランド軍はまず強化された主防衛線に隠れて戦ったが、 ソビエト空軍の攻撃によって残豪がえぐり取られ、多くのフィンランド部隊は損害を受けた上逃亡兵が多く出始めたため、防衛戦を放棄し退却した。6月9日、ソビエトの攻撃が始まり、フィンランド軍を大いに浮き足立たせた。その日のうちに、ソ連軍は前線の多くの残豪を奪い、防衛線を破壊した。また、6月10日の朝、 彼らは攻撃開始にちょうど良い地点を見つけ本格的な攻撃を始めた。この攻撃でフィンランド防衛線に最初に開いた突破口をさらに広げフィンランド軍の防御を打ち砕いていった。フィンランド軍は主防衛線から VT 線まで退却しそこでもう一度防衛を試みた。ソ連軍は6月13日までに VT 線に到達したがフィンランド軍は ソ連軍に対し抵抗を続け、シーランマキの戦いでは過労死て防衛線を保持した。しかし、その後のソ連の攻勢で、VT 戦は数箇所を突破され、さらに、ソ連軍はうまく突破地点を広げてゆき、最終的に6月15日のクーテルセルカの戦いの後に、VT 防衛線は放棄され、フィンランド軍はさらに後方に退却した。 フィンランド軍は退却中も時間を稼ぐことに挑戦し、ソ連軍の行動を遅延させるために戦った。また、東カレリアから引き抜いた援軍が、徐々に前線につき、VKT 戦を防衛するための準備が行われた。しかしながら、ソ連軍は爆撃、砲撃と気候師団の進軍を巧みに組み合わせながら、攻撃を続け、戦線はじりじりと後退し、 6月19日、レニングラード方面軍がビボルグに到達し、ソ連軍は6月20日にビボルグを解放。ソ連軍は構成の第一目標を達成した。ビボルグが陥落したことで近郊の防衛に当たっていた、フィンランド第20不評連隊は混乱し、退却をした。パインツァーファウスト・マンネルヘームは、ドイツに支援を求めており、6月17日には、 ドイツ軍クールマイ戦闘団がフィンランドに到着し、その後6月21日には、第303突撃砲旅団の定数の半分と、第122不評子団が到着した。また新しいドイツの対戦車兵器、パンツァーファウスト、パンツァーシュレックも到着し、フィンランド軍部隊に配置された。6月22日に、ドイツの外務大臣リッペントロップがフィンランドを訪れた。 フィンランドはどうしても、ドイツからの援軍、支援物資を必要としていた。このため、リュティ大統領はフィンランドはドイツが滅びるまで共に、戦うことを保証すると約束し、リッペントロップはこの現地を得て、フィンランドに、さらなる支援を約束した。戦後この発言によって、リュティはフィンランド唯一の戦争犯罪者になった。303突撃砲部隊6月21日。 スタッフカは、レニングラード方面軍にさらに、フィンランドへの攻撃を命令、サルパ戦近くの前線にいた部隊に、イマトラ・ラッペン・ランタ・ビロヨキの防衛戦への攻撃を継続するように命令した。その他の軍は、北方のカキサルミを攻撃するように命じ、VTK 戦闘部に立てこもるフィンランド軍を、ホーイシコとか、コーボラ、キミカワに向かって進軍する準備を行うように命じた。 この間に、フィンランド軍は、カレリア東部の部隊や予備部隊などを、カレリア地境に招集し、援軍として送り込んだ。援軍の量は26万8000人のフィンランド兵と2350門の砲、合計110両戦車と突撃砲、250機の、航空機などフィンランドの身の丈に合わないほどの、兵力であった。これは、フィンランド軍の動員可能兵力の半数以上。 戦車に至っては全てであり、フィンランドはまさに視力を尽くして、カレイア地境の防衛体制を整えた。この時、ソビエト軍とフィンランド軍は6、5の兵力差に縮まり、訪問、戦車、航空機などの兵力差も5、1程度まで縮まった。スンマ近くで破壊されたイズマイナス2戦車21日以降もソ連軍の攻勢は続き、ソ連軍は、 VTK 戦をビボルグアンとブオクシ側の中間近くのタリ近郊で突破した。続く戦闘でソ連軍はタリで突破した VTK 戦を切り抜け突破口を広げようとしたがスカンジナビア史上最大の戦闘となったタリーハンタラの戦いでフィンランドに決定的な敗北を喫し,し突破口近くのイハンタラ近郊で攻撃が行き詰まった。この戦闘の結果ソ連軍は フィンランドの防衛線を正面突破することは不可能になった。ソ連軍は防衛線を固守するフィンランド軍を殲滅するために、ビボルグ沿岸方面の部隊とブオサルミ近郊の部隊を進軍させ包囲攻撃することを試みた。しかしながら、側面の防御に当たっていたフィンランド軍の防衛陣を動かすことができず、部隊を側面に回り込ませることはできなかった。 この頃になると連合軍はフランス上陸を果たし、連合軍がドイツの西から欧州に勢力を伸ばそうとしていた。これを見たソ連軍は欧州が連合軍の勢力圏になることを嫌い、軍事目標を変更。ドイツ軍を早期に撃破し、できる限り欧州を精神する方向性に変えた。このような状況の変化によって、 ソ連軍はフィンランドに大軍を割く余地が減り、攻勢を行っていたレニングラード方面軍も、この影響を受けた。7月15日には、攻勢の主力であった、気候部隊を、対ドイツ戦線での攻勢、バグラチオン作戦に参加させるために、南方の欧州方面に転進させたのである。このためソ連軍が、フィンランド軍にこれ以上の攻勢を仕掛けることは、 不可能となり、ソ連軍は防衛体制を築いた。こうして、ビボルグ攻勢は最終目標を遂げぬままに終了した。フィンランド軍はビボルグ攻勢で、スビリ川南岸にいた部隊の大部分をカレリア地境に送ったため、カレリア東部ではフィンランド軍の兵力が少なくなっていた。これを見たソ連軍は6月20日に東カレリア地域に向けて攻勢を開始。 これは、フィンランド軍にとっても当然予想されていたことであった。カレリア方面軍は、スビリ川を越え、翌日には幅 16km、深さ 8km の共闘砲を得た。6月23日、ソ連北方艦隊の海軍不評隊は、フィンランド軍の防衛線の後方であるビテレーに置き、 川とトゥロクセン沖川の間を攻撃し、そこにも共闘砲を獲得し、ラドガ湖畔を通って前線に繋がっている、主街道を封鎖した。フィンランド軍は、この位置から退却。ソ連軍は、オロネツを6月25日に解放、6月29日には、ペトロザボーツクを解放し、攻成の第一目標を達成した。フィンランド軍は、 カレリア方面軍の前進を遅延させながら、さらに退却した。フィンランド軍は、ピトカランタ、ロイモラ、キビアルビの北方にできた、防衛戦である、優先への退却を行いそこで、カレリア方面軍の前進を食い止めるために、防衛体制を築いた。フィンランド軍を追うカレリア方面軍は7月10日に、優先に到達した。しかし、長期攻勢の疲労から、 この防衛線を突破することはできなかった。最後は、ソ連軍が、部隊の回復を待ち攻撃を再開、さらに北に進み、ニコ師団がイロマンツに到達した。この攻撃は最初は成功し、これらの師団は7月21日に1940年当時のソカオル国境までたどり着き、一部の部隊は国境を越えて進軍した。しかし、 続いて行われたいロマンツの戦いでこれらの手段はフィンランドに敗北を喫し東に向かって退却した。この構成によってソ連軍は東カレリアを回復しフィンランド軍をビボルグ湾ンとブオクシ側の北岸まで押し込むことに成功した。これによってキーロフの鉄道と八海バルトカユンガの使用を再開することができた。 ビボルグペトロザボーツク構成は四重ソ連軍がフィンランド軍を圧倒し冬戦争とは比べものにならない戦術戦略性をもってフィンランドに攻め込んだこの構成がフィンランド首脳部に与えた心理的作用は軽く見ることはできないしかしこの構成では VTK 戦とサルパ戦を突破することに失敗しまたフィンランド軍は壊滅しなかった事実 損害を受けたにもかかわらず、攻勢中のドイツからの支援によって、フィンランド軍の装備は以前よりも充実していた。ソ連軍は大体以上の大きさの部隊を包囲することができず、そういう状況になってもフィンランド軍が銃器を置いて森に逃げ込み追い込み切ることができなかった。また、ソ連軍の戦闘習慣もフィンランド軍を助ける要因となった。ソ連軍に、 バルケアサーリーからビボルグの間で反抗を行ったフィンランド軍第58連隊の公式な戦闘記録ではソ連軍に面する部隊を頑固に固守させることでソ連軍の司令官は小さなミスを犯すことが多くこのためフィンランド軍は生き残ることができたというフィンランドはカレリア地境でのソ連軍の前進を立った 100km で止めたまた それでもなお色満ちの戦いで、継戦可能なことを示した。このため、スタッフ化は、フィンランド方面への攻勢継続のためには、新しい手段を予備から引き出すか、ドイツ戦線から引き抜く、必要性があると考えたが、ドイツ戦に集中したい、ソ連軍にとって、これらはどちらも、大きい負担であった。この膠着状態の中、フィンランドは、リュティから、 マンネルハイムに大統領を変え、新独政権で亡くなったと強調し、講和交渉を行った。ボロシーロフ元水は国境を君川に移すことを提案し、スターリンは2月とほぼ同等の講和条約を求めた。フィンランドにマスル、ドイツ軍を武装解除する項目に関しては、若干の猶予が与えられた。非常に過酷な条件であったが、フィンランドは、 講和を結ばざるを得なかった。ありがとうございます。